どうも、かっちゃんねるです。今回はですね、80社以上ある都市ガス会社の中から、日ガスというサービスを徹底解剖して見ていきます。 都市ガス会社の切り替えはですね、2017年当初は、まあ怪しい、ガス止まりそう、もうめんどくさいなど、もうこう敬遠をされていたんですけれども、今ではですね、まあそんな誤解っていうのも一切解けて、まあ聞いたことがないよっていうのは人はもちろんです。変えたことがないよっていう人がですね、少なくなっていきました。で、僕自身もガス会社っていうのはもちろん切り替えていますし、友達や周りの人に切り替えてないよっていう人には、もうそれ、ドブに行き散らせるようなもんやと。で、すぐ隣のスーパーでハーゲンダッツが200円セールしてんのに、いつも行ってるコンビニの方が安心してる。 できるからっていう理由だけでですね、300円で買うようなもんだよって言って切り替えをお勧めしております。で、そうするとまあだいたい切り替えを検討し出すわけなんですけれども、その人たちが問題になってくるのが、まあ、これを見ている皆さんもそうだと思うんですけれども、どこの会社を選べばいいんやと。 いうことですよね、まあ。同じハーゲンダッツを買うにしても300円のところよりも200円のところがいいだろうし、なんなら150円のところの方がいいよっていうふうに思うと思います。80社もあればですね、その地域や、あとおのおの使い方によって削減額っていうのが全然違ってきます。ハーゲンダッツを買うにしても、まあ、隣店舗、 A ではですね、まあ、全員200円で買えるんやけど、その隣の店舗 B ではですね、男は250円、女性は150円みたいな。店舗 C はですね、30代までは男女ともに180円ですみたいな感じでですね、複雑に条件っていうのが設定されています。で、これを冷静に比較をして、あ、俺は20代男性やから C 店で買うのがいいなであったりとか、あ、私は40代女性だから B 店で買おうみたいな感じでですね、考えられる人っていうのは、とっても節約上手さんかなと思います。 じゃあ、これをガス会社でやるんだったらどうすればいいのかっていうとですね。 まず一番、各会社っていうのがそもそもどんなプランを提供しているのか、これを知るということ。二つ目っていうのが、自分に合った会社っていうのをその中で冷静に比較検討をする。この二点になります。なので、今回は冒頭でもお伝えしたんですけれども、これ日ガスについて、そのサービス内容っていうのは、口コミ、評判、メリット、デメリット、これをですね、解説をしていきます。で、別の動画で主要どころの会社っていうのを厳選して、で、それぞれをこんな感じでまとめていきますので、ま、ぜひですね、自分に合った会社って ってていいのを見つけけただけると嬉しいですまだ切り替えるのが不安だっていう方いらっしゃると思います。ガス会社の切り替えのメカニズムなどっていうのをもっと詳しく知りたいっていう方は別の動画でまとめていますので、そちらもですね、参考にしてみてください。それでは早速見ていきましょう。まずですね、運営会社っていうのは日ガス、言わずと知れた大手企業、日本。 ポンガス株式会社で、えっ、ー、と、当初一部上場していて、プロパンガスの供給ランキングっていうのは全国で3位。で、都市ガスもトップクラス電力の販売っていうのも行っています。これ、本田翼さんや出川哲郎さんがですね、出演をしている CM の影響っていうのもあって、まあ、ご存知の方っていうのも多いと思いますが、日ガスのプロパンガスや、あと都市ガス電気っていうのを総括して、これしっかり解説をしていきます。まず、日ガスのプロパンガスの供給エリアっていうのは、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、 栃木、群馬、静岡、山梨、ここが対象です。で、都市ガスに関しては、東京ガス、東部ガス、厚木ガス、肌のガス、佐欺宮ガス、野田ガス、武踊ガス、栃木ガス、角栄ガス、館林ガス、稲都市ガス、大東ガス、武州ガス。 が対象です。読み方は間違ってたらすみません。で、そしてですね、日ガス電気の供給エリアっていうのは、東京電力、中部電力っていうのが対象です。それぞれ供給地点っていうのが様々なので、際どいところに住んでいる方っていうのは、ぜひ注意してください。解約手数料、これはですね、全然かかりません。支払いは口座振り替え、クレジットカード、ビットコイン。 での支払いというから選べます。はい。まずですね、まあ日ガスに切り替えるにあたって、どのようなメリット、そしてデメリットがあるのかっていうのを、口コミと評判と合わせて紹介をしていきます。まずメリット部分から見ていきましょう。一つ目はガスと電気っていうのをまとめ入れて、セット割りで年間1万円以上安くなったっていう、えー、口コミがあるぐらいですね。セット割りがあります。日ガスはですね、プロパンガス、または都市ガスと電気をまとめて契約をすると、セット割りができるプラン、 りこれがありますでガス電気それぞれが安くなるのはもちろん追加で毎月300円の割引っていうのが受けられますし電気ガス共にですね使用量が多い家庭であればよりお得に使えます請求書もまとまるので管理する人にとっては確認の手間っていうのが一つ減って楽になりますねで次2つ目はですねさまざまなセットプランっていうのがあって選択肢が豊富なのは他にないかなと。 思います。日スにはプラスワンプランというサービスっていうのがあって、電気はもちろんですね。その他にもアクアクララや、あとインターネット回線などと一緒に契約をすると、年間で1200円から3600円ぐらいのこう割引っていうのが受けられます。他の会社ではここまでセットプランの数っていうのが揃っているところも本当に少ないので、魅力の一つですよね。最後、三つ目はですね、 日ガスでは電気ガスともに24時間365日これサポートしてくれるサービスというのがあります電気のトラブルに関しては、まあ、電気がつかないやブレーカーが落ちてしまったような状態になってしまった場合には60分以内の原因調査費っていうのが無料で受けられますし月額料金500円 から、まあ、もしくは800円。で、まあ、大きなお世話っていうですね、生活をサポートするサービスっていうのもあります。これすごく良くて、冷蔵庫やテレビなどの家電とガス機器の保証っていうのが10年間ついているものや、電気、ガス以外のトラブル時の駆けつけサービスっていうのもあるので、合わせて検討してみるといいかなと思います。 次にですね、デメリット部分というのを見ていきましょう。まず一つ目なんですけれども、これ日月の口コミはですね、マイナスなことが非常に多いです。で、顧客数が多いというのもあるんですけれども、極端な値上げであったりとか、営業マンの対応に対する悪評というのが目立ちます。 もちろんですね、素晴らしい営業マンもいるとは思うんですけれども、一部の親切ではない営業マンのせいでですね、まあ、このような評判っていうのが広まっているっていうのも事実なので、このような営業マンに当たってしまった場合は、非常にですね、お断りするようにしてください。次はですね、えっ、ー、と、ガス料金っていうのもう支払ったはずなのに、再度請求書が届くトラブルがあるみたいです。また、その際に何月分なのか、いくらなのか、請求書が来なくて電話で催促されたっていう口コミもありましたし、 振り込みたいが振り込めないという声もあったのでそういう場合は電話でその旨をしっかりと伝えて担当者の名前を必ず聞くようにしてください。 最後、三つ目はですね、一人暮らしには向いていません。日ガスのガス、電気の料金プランっていうのは、使用量が少ない一人暮らしの家庭などでは、料金が割高になる可能性っていうのがあります。ガスは五立方以下の場合、電気は 200kW 以下の方です。料金っていうのが高くなるので、切り替える前に料金プランっていうのをしっかり確認して、ご自身がですね、どのぐらい使っているのかっていうのを把握するようにしてください。 最後ですね、料金に関してお伝えをして終わります。まず、日ガスのプロパンガスに関しては、コストモンスターで一つの記事としてまとめていますので、概要欄から確認をしてみてください。で、次は、都市ガスに関して、東京ガスからガス会社の切り替えっていうのを通して安くなるかっていうのを見ていくんですけれども、日ガスの都市ガスはですね、東京ガスと比較して、 結論、安くなります。ただですね、使用量が5立方以下の場合っていうのは高くなります。そして最後、日ガス電気に関しては、東京電力から電力会社の切り替えを通して安くなるかっていうのを見ていくんですけれども、日ガス電気は東京電力と比較して結論、安くなります。ただ、一人暮らしや電気をあまり使わない方は割高になる可能性っていうのが高いです。電気やガスの切り替えに関して、詳しい料金プランっていうのが気になる方は、コストモンスターで詳しく解説をして しておりますのでぜひ確認をしてみてみください最後まとめると僕はですね、まだ切り替えることに関して漠然とした不安があるよーってな方にとっては、日ガスは会社規模というのもしっかりしているので安心できますし、とても魅力的なプランだというふうに思いました。あと、請求書がまとまるっていうのは管理しやすくていいかなと思います。確かに他社の方が安くなるかもしれないんですけれども、付帯サービスと合わせて選定するのもガス会社切り替えの魅力の一つだと思います。この他にも環境に気を使っている会社もあれば、 目指している会社もあれば色々なのでこのチャンネルでは安さだけではなくて色々な切り口で主要な都市ガス会社っていうのを皆さんと一緒に見ていければなと思っていますもしこんな都市ガス会社取り上げて欲しいよってな方がいらっしゃいましたらコメントいただけると嬉しいですあと時期によって各都市ガス会社のお得な情報っていうのが変わってくるんですけれどもそういう情報などを公式アカウントで配信しておりますのでとりあえず LINE 登録だけしておいてもらえると嬉しいなと思いますそれではまた 本日も最後までご覧いただきありがとうございます皆様のお力になれる情報を毎日毎日配信させていただいておりますので少しでもお金になったようであったりとか応援してやられそうという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録の方またいいねボタンの方よろしくお願いいたしますまたですねみんなにニュースなど取り上げてほしい話題ございましたらコメント欄の方にコメントの方もよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう